パパミンソンチャンネル始まるよ。はい、毎度どうもお気に入りパパミンソンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、ワークマンの新商品の紹介になりますということでやっていきましょう。まず商品名がですね、リペアテックインフードウォームストレッチハーフジップはい、ということで、まあ名前の通りハーフジップなんですね。これ見ていただいたらわかるように。で、なんとね、お値段の方がね、1780円なんですよ、税込みで。ほんで、防風撥水ストレッチということでね。ほんで、トリコット裏地ということになってますね。はい。だから、防風撥水して1780円ってこれやばくないかって、まあ、いつもの流れなんですけど、やばいですよね。で、このリペアテック、商品名にもあるリペアテックっていうのがですね、こう、プスッと針穴が開いても塞がるっていうね、なんか、すごいことになってるらしいですわ。塞がる加工ですね。はい。すごいっすよね。高密度素材で丈夫な生地っていうのがリペアテックらしいんで、高密度なんでね。密度がすごいと。だから、ちょっとした針穴やったら、抜いたら塞がるってことみたいですわ。はい。まあ、見た目もちょっと、まあ、ハーフジップでおしゃれな感じ。で、こう、シャカシャカしてるんですね。シャカシャカしてるんですけど、実はこれね、ポリエステルなんですよ。うん。ナイロンなんかなと思ったらね、実はポリエステルなんですね。うん。絶対俺、ナイロンやと思ったんですけど、見たら、え?ポリエステルやんと思って。ほんで、サイズの方がですね、3L サイズですね、こちらは。はい。僕が身長174センチの体重が65キロで、今回は 3L を着用していこうと思ってます。なんで、一回着てみましょう。しゃい。おい。はい、一回着てみました。どうですか?結構良くないですか、これ。結構気に入ってるんですよ、これ、実は。で、3L やけど、袖の長さで言うと、手のひらがちょっと半分隠れるぐらい。で、裾はね、これ結構、ここにね、結構ゴム入っててグッと絞る作りになってるんで、こういうのがちょっと好きやなっていうのもあるんですけどね。ほんで、ポケットが一応貫通するようにはなってます。で、まあ、ハーフジップなんで、温度調節もしやすいかなっていう感じにはなってるんでね。うん。で、実はここにね、ボタンを外してもらったら、フードが出てくるよと。フードが隠れてるよってことですね。こんな感じで。はい。普段は、フードをまあ中に入れて、着ていただいたらいいと思うんですけど、まあ、撥水機能とかもついてるんで、ちょっと雨が降ってきたりしたら、さっとフード出して、パッと被るっていう感じにはなってますね。はい。ただ、これがやっぱポリエステルっていうのが、どうも信じられへんねんけどな。うん。まあ、確かにナイロンよりは、ちょっとマットな感じもあるし、まあ、触った感じもね、ナイロンのようやけどナイロンじゃないっていう感じはあるんですけどね。ちょっとその辺のことあんまり詳しくプロではないので私はわからないんですけど、まあ、これがポリエステルっていうのも驚きですね。はい、いかがですか?結構いいっすよね。で、カラーの方がですね、これの他に何色があるんで、パッ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 と出してきます、ここに。パッ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 と。はい。ほんま黒が良かったんですけどね、この色しかなかったんで、うん。で、胸元に、このポケットがあってね。まあまあ、タバコとか、小物やったら入るかなっていうぐらいの大きさではありますね。はい。で、ハーフジップと言いながらね、結構ハーフジップって言ったらこの辺までのイメージはあると思うんですけど、これに関しては結構下まで開くんで、ここまで開くんでね。ちょっと暑かったらもう、ここまで開けれるんで。って感じにはなってますね。はい。これ結構、形的にも結構好きな感じですね、僕は。はい。ね、なんか見た目も、ちょっとオシャレっぽくないですか?
全然普段着にも使える感じではありますよね。うん。で、ストレッチもまあ効いてるんで、伸びるんですね。で、裏面はこんな感じ。うん。ちょっとフリースっぽいというか、毛のある感じなんで、あったかいですね、これは。防風撥水ストレッチということでね。で、まあ小さい穴やったら塞いでくれるよっていう感じにはなってますね。めちゃくちゃいいやん、これ。これめっちゃいいやん。この裾絞ってんのいいっすよね。うん。ただ、一個だけ難点がありまして、これね、一回こう、家帰ってばって来たんですけど、脱ぐときにね、めちゃめちゃ静電気くんね、これ。バチ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 ってなって、ちょっと嫌な思いしたんですけど、けどね、今大丈夫やねんな。たまたまやったんかな。むっちゃ痛かった。脱ぐとき。めちゃくちゃ痛かったです。はい。いかがでしょうか。まあ値段もお手頃やし、うん。1780円やからね。めちゃくちゃいいですね、これ。重量感もないしね。軽いんで、そう。だから真冬にはちょっと無理ですけどね、これ。一枚じゃ。うん。秋口とか、まあ、冬の終わり ?3 月とか、多分4月ぐらいまでは全然着れると思うんで、はい。めちゃくちゃいいかなと思いますね。ちょっと気に入りましたね、これ。ちょっと色違いも買っちゃおうかなっていう思うぐらいのレベルですね。はい。いかがでしょうか。これが新商品になってます。はい、ということですね。で、サイズは、M、L、LL、3L ですね。で、身長174センチ、体重65キロで、今回は 3L、一番大きいサイズですね。を着用してますね。うん。やっぱ大きめが、まあ大きめが好きっていうか、うん。で、そんな、だから、大きすぎないでしょ、これでも。うん。で、首元もね、ちょっとフリースっぽい生地になってるんで、ここもやっぱあったかいですね。はい、いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございましたということで、やっぱめちゃくちゃ安いですね、ワークマン。もうワークマン好きやわ。うん、だからこれからもね、まあ、全部は全部できないんですけど、まあ一応こうチェックして新商品が出たら、お、良さそうやなと思ったらね、ワークマン行って買ってすぐこうやって撮影してって、やっぱなるべく早く皆さんにお届けしたいと思ってますんでね、まあそんな感じでやってます。この動画がいいなと思った方はね、チャンネル登録とグッドボタンでコメントも、ぜひよろしくお願いしますということで、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。いつもありがとうございます。バイバイ。イエイ。今後は YouTube ライブなども積極的にやっていきたいと思ってます。ちょっとでもいいなって思った方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。Oh, baby, when you talk